感情を入れて。感情だ。わかった。いやーみんな、セルティの敵は僕の敵で、おなじみの森久保祥太郎です。なんとここでみんなにアイムエンターサプライズゲストのご案内。アイムエンターサプライズ。森久保さんでいいから、ちゃんと森久保さんでいいから、ちゃんと、はい、なんとなんと国民的人気俳優羽島森久保祥太郎くんがあんただろそれ、わかんなくなるね、いろいろわかる。羽島雄平くんが駆けつけてくれました。本当だったな、今頃セルティの影を使った一発芸で報復絶倒に陥ってる頃合いだったんだけど、心の底から残念っしょ。けれどそんなプラン変更は気にならないくらいのプレゼントをお届けできると思うっしょ。プレゼント送っててっぺん取るっしょ。カスカ君がそこにいるってことはつまり誰が一緒に来るか分かるよね。ああ僕たちもそこにいたかったということで、モノマネショーは終了です。恥ずかしながらお呼ばれされました。演技とのギャップがすごいね。さすが、森久保さん。違います。